皆さんこんにちは。今日は尺八吹奏法大全第7回目です。今日はですね、何をやるかというと、吹き終わりの8つの方法、尺八の音はね消えていくわけですけども、その最後をですね、どんなふうにまとめるか、強いもの、それから非常に弱くですね、永遠の中に消えていくような、そんなものですね。でまずですね、これは尺八のうまさがですね、一目瞭然に分かる技術です、ね。ズバッと切れるところが切れなかったり、それからまたはね、スーッと消えていくところがブツッて切れちゃったりしたらね、もう台無しですよね。でも往々にしてこれはよく見られます、ね。なので尺八を吹く方でしたら、この技術の習得に時間をかけるべきです。それからこのテクニックもしっかり学ぶべきです。でこれらのテクニックはですね、3つのグループに分けられます。でここにですね、図を持ってきましたが、1つ目のグループ、これは強く切るとき、ズバッと切るときですね。ここで、3種類のこの青で表しています。で2つ目のグループはですね、音が下がったりまたは突然切れたりするものに対して当面対応するものです。長い音とかね、そういうものにはちょっと対応できません。テンポラリーなものですね。これは赤で表しています。この4番、5番ということですね。から3つ目。3つ目は、今度は最後をきれいにまとめる方法。小さな音にしてきれいに消す方法ですね。これは、この中で緑で表しています。それではまず第1番目からいきましょうか。これはですね、シュパッと名付けました。最も鋭く切れる吹き方です。この中ではシューンっていってズバッというやつですね。でどうするか、方法やってみますね。まず吹いてる間に口腔、口の中を狭くしますね。そしてさらに舌の先の部分を残して全ての舌面を口につけます。こう、まあ先の方だけ残して、あと全部こうくっつけちゃう。つまり最後にズバッと出す時にいっぱいあると、それらがクッションになってうんわんっていってなかなか切れないんですよね。だから少なくしといてズバッと切ってやるということですね。で、3つ目は舌の先の部分へ向かって急激に潰しながらシュパッと止めるということですね。ちょっとやってみますよ。まずですね、吹いてる間に口腔を狭くします。こういう感じになりますね。それから舌の先を残して舌面を口外につけますね。こうだんだん強くなります。そしてね、舌の先の部分へ向かって潰しながら吹き止める。全体やってみると、ね、スパーンと切れますよね。これが第一番のシュパですね。あ、もう一つね、ちょっとやっておきます。とこうね、ちょっと高い音を混ぜて、もっと細くしてやるっていうこともできますね。はい、それでは2番目。フシュと名付けました。これはですね、先ほどよりはちょっと穏やかですが、かなり鋭く切れます。先ほどのがこれがシュパ、今度はこれですね。少し丸い感じになります。下の今度はですね、真ん中を開けて一番前と前後ろをですね、口外につけるんですね。やや前寄りの真ん中ですね。それで空いている部分を潰しながら吹き止める。少しさっきより空気の量が大きくなりますから、少しマイルドになります。こんな感じです。ね、ちょっとうわんっていう感じになりますね。これがフシュです。そしたらですね、次はただ唇閉じるだけです。どんな感じかっていうと、これは、ズバッと切る中では一番
弱くですね、丸い感じです。なぜかというと、唇の中に入っている息がかなりあるわけですね。それらが全部出るまで待たなきゃいけないので、ちょっと時間かかる、うわんとなるわけですね。こんな感じです。吹きながら両唇を閉じて止めるだけですね。ね、こんな感じですということですね。うわんって感じになりますね。で、次はですね、4、5はまた違うジャンルになります。ズバッと切るのではなくて、とにかく、その時のことに対処する。で、4番はですね、主に音が下がるのを防ぐ。ただですね、非常に長い時間にわたって防ぐときは、これからやる6、7、8のグループを使用してくださいね。まずはですね、吹き終わりで両唇の間を狭くする。ね、それで下唇をやると非常に効果的なんですが、これはまた外れやすいという危険もあります。ですから、この中で少し長いときは上唇を主に使う。ということですね。最後は締めるけれども、締めていくけどね、閉じません。こんな感じです。こんな感じですね。普通にほっとくと、こういうふうになっちゃいますね。それをちょっと締めてやる。まず下唇でやってみましょう。上唇でやると、こんな感じですね。下唇でやるとね、こんな風にでこうブツッと切れちゃうこともあるのでね、気をつけてやってくださいね。そしたら次は5番目です。上唇を開けます。これでちょっと見るとですね、今やったのがこれですね。少し音量が、唇閉じる分少し音量が上がって落ちていきます。今度はほとんど落ちないで、滑らかに消えていくということですね。つまり今度はブツって切るのを避けて、上唇を開けて滑らかに消していく。だけどこれも短い時間だけですね。長い時間はこれからやるやつを参照してくださいね。吹き終わりで上唇を開けていく。下唇を開けたらね、音が下がっちゃいますからね。こんな感じです。ということですね。これが5番目の上唇を開けていくテクニックです。そしたら今度はですね、6、7、8というのはどういうものかというと、先ほど言ったこの緑のラインですね。6番が、この濃い緑です。そして7番がもう少し滑らかな中くらいの緑です。そして黄緑が非常に滑らかにいくというやつですね。まあこの前のですね、9種類の吹き始め方を見た方にはですね、これはちょうど逆のことをやってるんだっていうことがね、だんだんお分かりになるかもしれませんね。まずじゃあ6番目、下唇を回転させるというのをやりますね。まあこれはどういう時に使うかというと、古典の本曲でしたら、各行の終わりなどに音を伸ばす時ですね。小さな音がね、長く続くように、また音高が下がらないようにね、使うということですね。まあ一行一行の最後ぐらいですね。だからそんなに長くない、こんな感じです。下唇を外にこう回転させます。こうすると音が上がりますね。だからまあ本当に上がらないように補正していくわけです。その分顎をちょっと引いていく、こんな感じです。ね、こういう感じですね。まあこれはね、各行各行ブツッと切れないようにね、適当にまとめてやるという感じです。
次はですね、6行か7行やった後、一つのセクションで終わりますね。その時に各セクションの終わりで音を少し長めに伸ばして終わるね。その時に使うものです。どうするかというと、音が落ちてしまいますので、もう唇をちょっとこうやったぐらいじゃ間に合わないので、どうするかというと、この左側を開けます。そうするとちょっと見てくださいね、こんな風に音が上がりますね。実際には音は上げませんが、下がってる分を補正して同じ音になるようにしていくわけですね。ですから最後になったら、こういうふうに横に開けて借りながら上唇を開けていきます。そうするとスーッと消えていくわけですね。でその時にここがあまり柔らかいとですね、尺八がめり込んで音が下がっちゃいますね。こういうふうになっちゃいますので、その分硬く、少しずつ下唇の下の筋肉を硬くしてやります。まあその分顎を引いてやるといいと思いますね。こんな感じです。という感じですね。そうしましたら次に行きますね。今度は左下を開けます。ここを開けるということですね。これは主に右を下に持ってる人に向けたテクニックですね。左下を下に持ってる人は今度右下を開けてくださいね。一応右下を持ってる人を中心に解説しますけどね。でこれはですね、曲の終わりなどにもう永遠に消えていくような場面で使います。非常に小さな音でもできるということですね。どうするかというと、この左下を開けるとまず音が上がるんですね。ね、それで補正していくわけです。でさらにこれが角度としていわゆるめった角度になるわけです。そうするとどうなるかというと、エッジが唇に近づいてきます。ですから弱い音でもね、ずっと続けて吹いてられるわけですね。離れちゃうとね、弱い息の音は出ませんけどね。それで角度としてこうね、めった状態に持っていきながら、左下が開いた状態に少しずつ持っていくわけですね。そうすると前耳下唇の下の筋肉を、また硬くしていくと音が下がらないで済みます。で顎も少し引いてってやるということですね。こんな感じです。という感じですね。まあこのようにして吹き終わりをですね、やっていただくと、一つの曲でもね、さまざまな場面を作ることができます。皆さんもね、ぜひ試してみてください。そしてこれが尺八の実力と一つと言われる、一番重要なテクニックだと思ってくださいね。それでは今日はここまでにします。